サッカーファンの皆さん、お待たせしました。試合開始を前にスタジアムの上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの開幕戦、注目の一戦になりそうですね。この新シーズンの幕開けの雰囲気は何度味わってもいいものですね。サポーターも久しぶりのリーグ戦に興奮を抑えられない様子です。ここで勝ち点3を獲得し、シーズンの好スタートを切るのはどちらのチームになるのでしょうか。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。名古屋グランパスですが、最近は背の高い選手を集めているイメージもあります。補強の方針なんでしょうかね。特色があっていいと思いますよ。いよいよ試合が始まります。名古屋グランパスボールのキックオフです。ホームチームはプレスをかけて相手のミスを誘うことで有名ですね。非常に有効な戦術だと思います。プレスをかけ続けられると焦りから細かいミスが出ることがありますからね。もちろん体力的には厳しくなりますが、最後まで続けられれば勝利の可能性は高まるでしょう。相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。これはあるか。ここから狙うのか。いいクロスが中に入った。中央へのボールはクリアされました。さて、監督にとっては今日が就任後初めての試合となります。新監督のデビュー戦ですから、クラブとしてもここは勝利で飾りたいでしょうね。それはそうでしょう。チームが力を示せれば監督を招聘したことが正しかったと証明されます。監督がどれだけチームをまとめているのか、まずはこの試合で見せてもらいましょう。決まるか。ディフェンスの見事なブロック、中に入れた。キーパーがコーナーをパンチング。金崎ムージョアン・シミッチ、さあゴールを狙いに行く。これは出し手とのタイミングが合いませんでした。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。名古屋の攻撃です。綺麗なパスを通しています。素晴らしいタックルです。しっかり見えています。ドリブルで進んでいます。1点リードにできるか。決まった。ゴールだ。ゴールが決まった。リードを奪いました。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。
パスが通りません。サイドから攻撃でしょうか。見事なスルーパス。この攻撃は実を結びませんでしたね。金崎ムー、これはカウンターのチャンスです。金崎ムー、サイドへパスを出します。いい位置です。いいシュートでしたが見事な反応です。このコーナーで同点に追いつけるか。ショートコーナーだ。ボールパーソンからボールが渡されてゴールキックからのリスタートとなります。素晴らしいボールです。このボールは決定的。ピンチをタックルでしのいだ。高いパスが味方に出る。何を狙うのか。クロスバーの遥か上を飛んでいきました。スペースに見事なスルーパス。ボールを運んでいます。攻撃を組み立てられません。今のところポゼッションは名古屋グランパスが上回っています。しかしながら効果的に攻められていないことが問題です。もっとピッチを広く使って相手を揺さぶっていかないと同点へのチャンスは作り出せないでしょう。稲垣翔、スムーズにボールを回します。金崎、入れば同点となります。ポストに当たる。まだインプレーです。ここで同点ゴールが決まりました。これでゲームは振り出しに戻ります。かなり白熱した試合になってきましたね。両チームとも一歩も譲るつもりはなさそうです。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。そしてフィニッシュは強烈なミドルシュートでした。あの距離からのシュートは相当自信があるんでしょうね。監督も厳しい表情です。リードを守りきりたかったんでしょう。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ここからどうするのか。中の選手にクロスを入れた。ここは押し出します。前半終了して1対1、両チーム1得点で折り返します。前半はこの選手の活躍が目立ちました。苦しい前半でしたがハーフタイム直前に同点ゴールを決めてくれました。あれで流れは大きく変わりましたよ。後半にも期待しましょう。後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。中盤でボールをカットしました。またパスが通ります。この選手から何度もいいパスが出ていますね。流しています。プレーオンです。松浦拓也、ゴール前、期待も高まります。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。コーナーキックを奪いました。勝ち越し点もどのように狙う。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。
思い通りにパスを通してきます。このパスは通らない。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。金崎ムー、ここはじっくりとパスを回しています。ディフェンスボールを奪います。ここはカウンターのチャンス。ここでインターセプト。試合前にニュースがありましたが、マンチェスター・シティが選手を獲得しました。はい、これは出し手とのタイミングが合いませんでした。このパスは読んでいました。ここまでのポゼッション率を見れば、名古屋グランパスがボールを支配していることがわかります。しかし今一つ何かが足りないと思うんですよね。勝ち越し点を狙うにはさらにプッシュしていくべきでしょう。金崎ムー、入れば1点リード。キーパーよく見て反応しました。あの距離なら入ってもおかしくありませんでしたよ。スルーパスが味方に通る。ゴールを狙う。勝ち越しを狙いましたが、あ、ここはゴールを奪えません。オジェソク、ジョアン・シミッチ、金崎ムー、長谷川アリア・ジャスール、ディフェンダーがここで食い止める。ここはインターセプト。しっかり予測していました。相手の裏を狙うロブパス。いい形でゴール前まで持ってきました。丁寧にパスをつなぎます。ここはランゲラクが見事に止めました。マテウス、金崎ムー、稲垣翔、これはサイドを上がれそうです。細かいパスを繰り返しています。折り返せるか。これを決めればリード。止める、止めます。サポーターの声援に応えるチャンスがやっと巡ってきましたね。このコーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。ボールが中央へ向かう。これは大きく外れました。ヘディングのタイミングが合わなかったようですね。ボールを失いました。絶妙なパス。止めた。ボールが転がる。大事なコーナーです。コーナーキックが入ります。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。
思い切ったタックル。 PK には注意したいですね。 PK です。 PK になりましたがカードは出ないようですね。判定は PK となりましたが確かにカードは出ていないようです。キーパーが止めましたがボールは生きています。さらに止める。しかしまだピンチです。シュートだ。まだ試合は終わっていませんが勝利を手繰り寄せるゴールです。大変な喜びようですね。気持ちはよくわかります。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。監督も厳しい表情です。早く同点に追いつきたいでしょう。選手が交代します。疲労を考慮しての交代ということでしょうか。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。観客のボルテージは最高潮に達しました。ホームチームにとって大切なプレーとなりそうです。このチャンス、ガブリエル・シャビエル、とどめの一撃か。決まった決まった、ゴールです。このシュートにキーパーはよく反応しましたね。しかし弾いたボールに味方のフォローがなかったため相手に決められてしまいました。こういうファインプレーには周りが応えてあげないとダメでしょう。ボールを失った。試合終了です。アウェーチームはこのリーグ戦に敗北を喫しました。あまりいいところなく終わった開幕戦ですがシーズンは始まったばかりですからね。この敗戦をあまり気にせず気持ちを切り替えていった方がいいでしょう。施設に期待しています。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。